こんにちは、鶴谷です。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。今日のテーマなんですが、美容師が絶対に言わない白髪になる原因ベスト2を発表したいと思います。なぜ白髪になるかなんですが、髪の毛を作る毛母細胞っていうところに、メラノサイトっていう髪の毛の色を作るところがあります。メラノサイトが色を作って髪の毛に色をつけてます。このメラノサイトが色を作るのをやめてしまって髪の毛に色がつかなくなった状態が白髪になります。じゃあなぜこのメラノサイトが色を作らなくなるかなんですが、まず一つ目の原因が遺伝です。二つ目が老化、三つ目がストレス、他にもいろいろ原因があるんですが、今回は老化に絞ってご説明したいと思います。老化の原因の一つに活性酸素っていう成分があります。活性酸素は肌を錆びさせて老化させます。僕も含め皆さんもそうなんですが、活性酸素を消去する抗酸化力っていうのが備わってます。ビタミン E やビタミン C、カロテノイド類などの抗酸化物を摂取することによって体のバランスを保ってます。ただ最近は食事生活の乱れや大気汚染やストレスなどによって体が過剰に活性酸素を発生しやすくなってます。なので加齢によって抗酸化力が弱まってきてしまって、活性酸素が多く分泌されるようになって体が老化してしまいます。じゃあここから本題です。美容師が絶対に言わない白髪になる原因ベスト2を発表したいと思います。まず一つ目がヘアカラーになります。じゃあなぜヘアカラーが白髪の原因かというと、1剤に染料とアルカリ剤を使います。2剤に過酸化水素を使うんですね。2剤の過酸化水素は時間が経つと活性酸素に変わってしまいます。なのでホームカラーや美容院でカラーをする際に根元に過酸化水素を塗ってるんですね。過酸化水素をカラーが終わった後にシャンプーで取ったとしても残ってる場合が多いです。全て取り切るっていうのはなかなか難しいので、過酸化水素が根元に残った状態になります。根元に残った状態になると、その過酸化水素がいつか活性酸素に変わっていきます。活性酸素に変わっていくっていうことは、頭皮が錆びてしまって老化してしまいますよっていうことになります。特に過酸化水素は毒性の強い活性酸素に変わると言われてます。なので頭皮に残っていると髪の毛の色を作るメラノサイトに刺激を与えてしまって傷んでしまって、メラノサイトが色を作るのをやめてしまう可能性があります。そうなると白髪が増えてしまう可能性があるんですね。さらにカラー剤はアルカリ性のカラーが多いです。頭皮は弱酸性の状態が一番いいって言われてるんですが、アルカリ性のカラーを乗せることによってアルカリに傾いてしまいます。そうすることによって頭皮が傷んでしまうんですね。傷んでしまうことによって髪の毛の色をつけるメラノサイトも傷んでしまうので、白髪になる可能性が増えてしまいます。ただアルカリ性が絶対ダメっていうわけではありません。メイクの業界では弱酸性の肌からアルカリ性に振って弱酸性に戻すことによって刺激を与えるっていう方法もあるみたいです。ただヘアカラーに関してはカラーが終わった後にシャンプーをするんですが、シャンプーを1回したからといってアルカリ性から弱酸性に戻ることっていうのはなかなか難しいんですね。カラーをした後に頭皮や髪の毛にアルカリが残ることを残留アルカリって言います。この残留アルカリはカラーをし終わった後に毎日1回ずつシャンプーをして1週間続ければ弱酸性に戻ると言われてます。なのでカラーをした1週間はアルカリが残ってることになるので、頭皮を傷めてしまう可能性があります。頭皮を傷めてしまうので髪の毛の色を作るメラノサイトの機能が低下してしまいます。なので白髪になると言われてます。じゃあ白髪染めをしたらダメかというと、僕はそうは思いません。その日に白髪を消したかったら白髪染めが一番早いんですね。ただ白髪が今後出ていくのが嫌で、やっぱり白髪染めって怖いよねって思う方は白髪染めをせずに体質改善をしたらいいと思います。僕はどちらも正しい選択肢だと思うので、皆さんの考え方をまとめてもらって白髪染めをするか体質改善をするかっていうのは決めてください。次に2つ目の原因です。2つ目の原因はシャンプーになります。それはなぜかというと、肌には肌バリア機能っていうのがあります。その肌バリア機能を高い洗浄力のあるシャンプーで洗ってしまうと肌バリア機能が低下してしまいます。
肌バリア機能が低下することによって頭皮が乾燥したりとか炎症してしまう可能性があります。そうすることによって頭皮の毛穴にあるメラノサイトの機能が低下してしまって白髪になってしまう可能性があります。特に皆さんの中で自覚症状がある方とかいらっしゃると思うんですね。頭皮が炎症してたりとか、頭皮が痒かったりとか、フケがちょっとパサパサしたフケが出る方とかは、頭皮に刺激を与えてしまってます。そういう方は界面活性剤が合ってないことが多いです。そういう場合は湯シャンに変えてもらったりとか、シャンプーを見直すことが大切です。シャンプーを選ぶ際に高級アルコール系シャンプーなどは避けるようにしてください。高級アルコール系シャンプーっていうのはラウレス硫酸 NA であったりとか、ラウリル硫酸 NA、 オレフィン C14-16 スルホ酸 NA などが高級アルコール系シャンプーって言われてます。高級アルコール系シャンプーは市販のシャンプーに多いです。洗浄力が高くて泡立ちがいいシャンプーになります。特に注意してほしいのが頭皮の乾燥を防ぐであったりとか、頭皮の刺激を防ぐって書いてるシャンプーがあるんですが、こういうシャンプーに高級アルコール系シャンプーの成分を使ってることが多いです。なのでキャッチフレーズを絶対信じてはいけません。キャッチフレーズを信じるのではなくて、成分表を見てもらって成分を見極めれるようになることが大切です。なので今回お話しした高級アルコール系シャンプーの成分表を覚えてもらって、その成分が入ってないっていうのを見比べてもらってシャンプーを選ぶようにしてください。石鹸シャンプーも洗浄力が高いって言われてます。じゃあどういうシャンプーを使えばいいかなんですが、アミノ酸系シャンプーを使うようにしてください。成分であればグルタミンであったりとか、アラニン、グリシンやサルコシン、アスパラギン酸系があるので、このようなシャンプーを選ぶようにしてください。ただ最近だとアミノ酸系シャンプーと高級アルコール系シャンプーの間のシャンプーがあります。2つの成分が混ざってる場合があるので、頭皮の乾燥、ダメージを気にするのであれば、この間のシャンプーも選ばないようにしてください。アミノ酸系シャンプーを使うのが一番いいと思います。外出しない場合なんですが、その場合はお湯でしっかり流す程度でいいと思います。2、3分しっかりと流すと汚れの8割が落ちるって言われてます。なので、お湯で流す日を作ってもいいと思います。お湯で流す場合なんですが、毛先の乾燥具合でトリートメントをつけるつけないっていうのを決めてください。乾燥が気になる場合は毛先にトリートメントをつけて5分から10分放置してもらうと毛先の乾燥が防げると思います。ただトリートメントに関しては根元につけるものではないので、根元にはつけないようにしてください。以上、美容師が言わない白髪になる原因ベスト2を発表しました。美容師としてはヘアカラーをしてはいけないとか、シャンプーをしてはいけないっていうのはすごくリスクがあることなんですが、これが真実です。ヘアカラーをすることによって活性酸素が発生してしまって老化になってしまいますし、シャンプーも選び方次第では頭皮を傷めてしまいます。この真実をしっかりと伝えておかないと、皆さんにいずれ誤解を招くことが起きてしまうかもしれません。なのでここで僕はしっかりと真実を話しておきます。ただその日に白髪が出てるのをすぐに直したいのであれば、ヘアカラーが一番早いですし、頭皮をしっかりと泡立てて洗いたい場合は高級アルコール系シャンプーがいいと思うんですね。なのでこのことを理解した上で選択してもらう方が僕はいいと思ってます。この選択肢を自分自身で選んでもらって、人にさえ押し付けなければ僕は問題ないと思います。こういう情報をたくさん持ってもらって引き出しを増やすことがとても大切だと思いますので、今後の参考にぜひしてみてください。今後もこのような感じで白髪に関しての動画もたくさん配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の評価もグッドマークぜひよろしくお願いします。長い間ご視聴ありがとうございました。鶴谷でした。またよろしくお願いします。